明日はオンライン、明日と明後日はオンライン話し会ということで、皆さんにお会いできるんじゃないかなと思っています。今日が初めての衣装付き通し稽古、まあ、最初で最後の衣装付きで、今日はビッグも今日一瞬ずっとビッグかぶってる、マーチ昼から通し稽古終わるまでずっとビッグをかぶってます。ビッグかぶって衣装で衣装付き通し稽古やって、明日がなんか確認とかやるって言ってて、で明後日がラストです、最後の通し稽古。でもなんか私微妙なんだよね、なんかとりあえずオンライン話し会がさ昼過ぎまであって、まあそっからさダッシュでさ向かうじゃん、まあ、時間にもよるけど通し始める時間でもなんかワンチャン違う案件入っちゃうかもとかってなると、最終通し稽古ワンチャン参加できない説、キャーちょっとな、別に明日がね参加できないのはいいんですよ。なんでかって言ったら明日確認とかなんですよね。で私の役的に別に確認することがあんまないんですよ。例えば盾がある人とか音響さんとタイミング合わせないといけないとかっていうのがないから、なんかワンチャンね明日の方が暇かもしれないんだけどみたいなね、わかんないけどねスケジュール。みたいなね感じじゃん。だからさ、それでちょっとどうなんだろう、うん、最終稽古参加できないとさ14でしょ、15、16、17、18、19だからね。まあその前にうちらは小屋入りするから、19の前にあれなんだけど、でも3日4日ぐらい空くから怖くない？普通に怖いよね。参加したいんだけど、まあこのスケジュールを知らないだろうから、今日ねいつもよりちょっとメイク濃いの。昨日とかはマスカラもしてないし結構薄かったんだけど、今日はまあウィッグもかぶって衣装をついて稽古するので、服と衣装とズラに顔が負けちゃったらやばいなと思ってメイクをねちゃんとしました。今日はめっちゃ目ゴロゴロする。ちょっと待って、でもそんなに濃く見えないのは多分口の色が今薄いから、そんなにねメイクがね濃く見えてないのかもしれないんだけど、あと何がどうこうって、私はまつげが全然伸びてなくて、まつげが全然生えてないんですよ。だからめちゃくちゃ薄く見えるかも。
見てこのかわいそうなまつげ、どちらかってんだけど。あ、でもいつもよりアイライン全然短い。ほらアイラインがここまでしか引いてなくて、この辺シャドウ、でもこの目の下はね濃いかも。まつげ美容液売ってんだけどな、伸びないよね。もう私がね使ってるいいお値段するまつげ美容液がなくなっちゃったから、もう今安いやつ使ってるんですけど、伸びが遅いですね。生で見た方がちょっと濃いかな。普段よりはちょっと薄いけど、昨日よりほど薄くないって感じのメイク。でも結構メンバーも使ってる、マジで。そうメンバーも使ってるし、これ使ってるんですって言ったら、あ、それめっちゃいいよねってメイクさんも言う。そう、3月2日くつかきました。お、お待ちしております。おー、痛い。そうですね、再販中です。今日の12時までかな。目がすごく乾燥する。いや、まつげあげたから久しぶりに眼球超乾燥すんだけど、やば。久しぶりにまつげあげたら眼球乾燥しちゃってんだけど、髪切りたい。あ、もう今日ウィッグかぶってみてどういうビジュアルかだな。もう切れなかったら最悪さ、もう本番期間中のさ1公演の日とかにさ
もう切りに行け、空いてたらね、行きたいんだが。あーマジで、なんかこの間かぶった時すごい頭でかかったんだよな。うん、それすごい嫌なんだよ私。いや頭でかくないよ、頭ちっちゃいよ、うちめっちゃ頭ちっちゃいから頭でかく見えるのが嫌なんだよこのめっちゃこの長いこの髪の毛をここに全部こうやって巻きつけて乗せるんだよ。なおかつズラがこうやって乗るんだからめっちゃ頭でかくなるんだよ、ウィッグって。それが嫌なんだよね。髪の毛長いからさ、うわ稽古あと3日か、びっくりなんだけど。今日入れて123、やばい。なんかさ本番だよこれ、終わったらなあ、すごくない、なんか面白 い、 いや自分は全然あれなんだけどさ、本当他の人すごいなと思って。順調にやっておりますよ。昨日の知りツイートしたけどさ、なんかウィバースに書いてくれてる人もいたんだよね。お誕生日だったんですねってキャストの人がね。そうなんかさすごくない、なんかうちそれこそ昨日さお誕生日おめでとうございますみたいなやったんだけどさ、なんか10日が木山さんで11日が赤澤さんで、で今日が久保田さんなんですけど、こんなさ連チャンでさお誕生日続くの初めて。こんなさ1日おきにさポンポンポンってさお誕生日キャストさんに出会ったの初めて。なんかその稽古期間にさ2、3人ぐらいお誕生日迎えるとかあるんだけどさ、連チャンでお誕生日ってすごいよね。そうまとまってるのって珍しいね。そうなんですよ、超珍しい。そうなんです、そうなんです。でそうこの時期って多いんかな、知らんけど。なんか本当にね、皆さんその年齢に見えなさすぎてさ、すごい年えって聞いてえってなっちゃう、マジで怖いよねこの世界って。本当見えない、そういう風に。見えないよね。私も見えないって言ってもらえるように頑張ります。自分磨き頑張ります。いやそんなわけで私もう出ないといけないんで、やばいやばいやばい。じゃあ皆さんランキング読んじゃいます。はい、ちょっと急ぎましょうね自分ちょっと急いでください自分、時間がないです。
13位もちのすけさん、12位ニューネームさん、11位ときたぴさん、10位ティーンさん、9位としさん、8位食べ過ぎのみすぎさん、7位ヤングさん、6位リッチーさん、5位さきまりさん、4位こじいさん、3位ナッティーさん、2位カズさん、そしてキャンダイチはサーマサさんです。今日もいていただき本当にありがとうございました。というわけで、また明日のショールームでお会いしましょう。というわけで今日は衣装付き投資稽古頑張っていきたいと思います。それじゃあ皆さんまたね、バイバーイ。